みなさんこんにちは10月7日土曜日フレッシュアーティストフロム横須賀に出演しますバリトンの小池祐介です今回私はピアニストの伊福健太郎さんと一緒にドイツリートのプログラムをお披露目しますドイツリートはすでに文芸として完成されている詩に心を打たれた作曲家が音楽をつけて完成する そんな音楽楽史上ででも珍しい声楽作品です。王様のため劇場のためまたは教会の天礼のためではなく純粋に個人の創作意欲によって作品を残しているためいろんなものが題材として登場しますそれは朝の何気ないお散歩だったりそこで目にする森や小川だったり または寸劇にもならないようなちょっとしたおとぎ話だったりそんな色彩豊かなドイツリートの世界をシューベルトの魔王やマスなどの名曲にも触れつつ字幕付きで演奏いたしますドイツリートがお好きな方もまだあまり聞いたことがない方もきっとお楽しみいただける演奏会になります10月7日土曜日ベイサイドポケットにて 皆様とお会いするのを心待ちにしております。小池祐介でした。